はいどうもこんにちは、しょうがです、今日はですね、こちらのスラッツさん、いつももう絶対にマストで来るケーキ屋さんがあるんですけど、こちらの方にですね、ちょっと取材の許可をいただきましたので、ちょっと見ていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。サードってか4つ目かな、557じゃないですね、7050ですね、コースとワンマンで、ちょっと来てみます。ビッグイって言われるとちょっとやっぱテンションが一発上がりますね。ちょっとちっちゃいね。うわちっちゃい、ね、閉まる閉まるけどスパッと、もう無理だわ。20代前半なら切れた。今はもうやっぱ形がちょっと、ね、あとね、 T シャツもなんかねすごく良くて、これとかも結構柄が良くて、ね、うん、これとか、これね、全く同じ柄昔持ってた。結構ダメージがひどかったからダメです。ここら辺はもう超王道にいいよ。何シャツって寝るシャツ、え、何シャツっていうの、これまあ寝るシャツだね。ツチェック寝るシャツみたいな。これダブル R だね。ダブル R、さすがタブロー。あ、初めて見た。個人的には結構この辺り好き。ちょっと長い、ね、これでもいいんだよ。結構細かいチェックがすごいね、この配色グリーン、もうなんかいわゆるザッツ古着っぽいよね。すごい。
パンに合います。かぼちゃっぽい外身と中身の色が。そう、好きだね、鬼滅何でも鬼滅って言えばいいと思って。あとね、このカーコート、多分シープだと思うんだけど、ムートンついてて、結構ね、こう値段がめっちゃ安いんだよね。結構ね、ネットとかで見ると多分20万ぐらいすると思うんだけど、6万9800円だから、6万9800円とか言うと、すごいなんか通販っぽく急激になんかこう、今ならもう一着色違いもつけてみたいな。これとかめっちゃ、この艶見て、この飴色のこれ、これここだけも欲しい、ここだけ持って帰りたいここだけ欲しい、あのデスクに置いときたいすげえモニュメント、モニュメントとしてレザー見て、このこの感じ、シープっていうこと、いや、こっちはシープだけど、こっちはホースとかじゃないかな、多分このツヤの感じ、多分そう、これあれはムートついてるし、多分シープだけど、こっちホース、これもさらに5万9800円カーコート、めちゃめちゃ普通にカーディガン、この俺バーガンディーが超好きで、この柄めっちゃ良くない、柄って柄無地だわ、無地だわ、違う違う、この色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 めっちゃ良くない、この色めっちゃいいんだよな、これなんかちっちゃそうだ、伸びる、いや多分ちっちゃいはちっちゃい、おそらくこれとかさ、めちゃめちゃこの古着のダルッとしたミリタリー風の風なだけだと思うけど、だって3800円だよ、3900円、はい、すごくない、カニより安い、あれ違うな、例え悪いな、カニによる、カニは結構高いし確かにカニによる、サワガニだったこれも結構薄くて、この雰囲気なんだそれって、なんだ、なんだそこれ本当にね、なんだこれだ、でもこの感じめちゃくちゃいいな、ちょっとザラザラはするから、ちょっとそのなんていうの、ウールウールしてるけど、結構雰囲気いい、多分ちょっと着てみ、だいぶ透けるよね、だいぶシースルーだよね雰囲気はめちゃくちゃいいけど、いつぐらいなの40年代とかなのかな、こんな文字は今はないですよ違う違う、そういうもんじゃないなんか混ぜてるよ、面白い、あとここら辺もねこれまたヴィンテージジャケット、ライダース、ライダースだね、ちょっと俺には大きいかな、多分40ちょいある、このジジッパー、これも結構するそうな、チノパンと同系で買う、着てみようか、音楽にすごいあとで消えるレベルだから、相殺できるレベルだな、あ、結構タイトだな、結構タイトすごい、後ろだけはもう完全にアウト、これがもう、はい、新カワイです、次のやつちょっとこれも撮ってもらいます、撮ってもらいます、このやっぱなんかネジの上に
こうやって飾ってあるとすげえよく見えるよね。スペシャル感がやっぱあるよね。いいなと思った。ハグがガーメントしか読めない。ガーメント何だろうね。うん、こんなとこにポケットあるのすごくない？もうここさすがの古着…あ、そうじゃない、タバコか薬かわかんないけど、いやこういう古着のディテールすげえ好き。なんかもうなんでこんなとこにポケットがみたいな。あったな。チクチクはするけど、はい、そんな雰囲気的にはめっちゃ良くない？この色合いとか。肩がちょっとカチッとするのがあれだけどね。チキュッパ。19万8000円かってこと？1980円か10万9000円か。いやいや、あり得るか。シャツより安いじゃん。1万9000円。すごいね。これ系ね、すげえ好きなんだよね。これのブルーとかね。アメリカでしょ？アメリカの、古いと多分30年代ぐらいとか、新しくても多分5、60年代ぐらいもなんか、まあ、よくあるこのチェックのやつ、ブルーのやつとかヘラクレスとかがよく出してるんだけど、すげえ好き、すげえ好きなんだよね、この感じ。これこれ、これ50年代ぐらい。すごい。これはイチゴッパです。あの一桁上の、いやいやいや、15万8000円の。そうですね。そう、いい家に住んでる人は1ヶ月家賃我慢すれば、もしかもしくは、それ大体そう2、3回家賃我慢できればこれを買うことができますね。うわ、すごい。サイズ、意外とちょっと大きいかなと思ったけど、意外とちょうどよくない？ちょっと大きい。どう？ちょっと大きい。いや、でも中にまあ、今1枚しか着てないから、ちゃんとニットとか挟むんだと思えば、ちょうどいいぐらいじゃない？これやばいね。そう。エリサルに当てたんだ。いや、めっちゃかっこよくない？これ。なんかに出てきそうですね。何？何かが重要だ。なんでもあるじゃん。じゃん。夢に、映画に、漫画に、映画か。何かによる。これすごいな。なかなかいいサイズ感。本当に。これめちゃくちゃいいと思う。それも長すぎる。カブじゃないこれ。ホースだと思う。ホース。お、ここもちゃんと皮ついてるし、内ポケもよ、内ポケある、内ポケだけでも今日は覚えて帰っていただけますし。うわ、これ久しぶりにヴィンテージで見て超かっこいいと思った。このレザー50年代ぐらい、うん、すげえいい。皮まだピッピしてるし、タグ見る、タグもね、こんな感じ。インナーカラーは読めたかなぐらい。すごい。あ、ホースハイド、ホースハイド、ちゃんとホースハイド。
これいいんじゃないですか、ヴィンテージ。15万8000円も多分安いし、多分ってか絶対安いし、このなんだろう、このダメージ残り、ダメージ残りって何なくて、結構皮ピンピンしてて、このサイズ感の肉厚ホースで、いやー本当にやっぱ30くらいしてもおかしくないかも、まあ20くらいしてもおかしくないかも。すごい、これはすごいわ。超スペシャル。はい、というわけでね、今スラッツさん、見てきました。レザーのコートがエグかったですね。めっちゃ良かったね。行く補助くん行くレザーコート家賃3回分ぐらい我慢すれば我慢ってなんだって話だけど我慢するのは大家さんでしょっていう払うのを我慢すれば、家賃を3回払うのを我慢すれば買えるぐらいのあれなので。そう、スラッツさん行ったら今店員さんにショコラさんですかって声かけられて、まさかの見てくれてたんです。インスタもフォローしてくれてたし、動画も見てくださっていて、あの話がめっちゃ早かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。有名になってきた。ありがとうございます。いやいやいや、まだまだですけれども嬉しいですよね、そうやって言われると本当に。あのまたね、あの来ていいってことだったんで、今度はちょっとあのジャックスパローでね、ちょっと来ようかなと。こういうお店おこし、お店おこしも何もめちゃ怒ってるんだけどもお店はもうとっくにめちゃくちゃ起きてるんですけど、ちょっとね、またそれでお邪魔しようかなと思います。はい、いやでも本当にすごくね、いいお店なので、本当に安いし、はい、物もいいので、ぜひぜひヴィンテージ好きな人は。ありがとうございました。はい、とてもね、あのいいお店なので、ぜひ今日来たら行ってみたらいかがでしょうか。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。